イタリック人とは、インドヨーロッパ語族イタリック語派の諸言語を用いた、古代諸民族の総称を指す。主に、イタリア半島に定住した。イタリック人の一派であるラテンファリスク諸族に属する、ラテン人は古代ローマ文明を築いた。イタリック人がどのような経緯をたどって、ソインドヨーロッパ人や、同じく文化していった、ゲルマン人、ケルト人、スラブ人らと、 文化集団として分かれていったのかは定かではない。どうあれ彼らは、ソインドヨーロッパ人による民族大移動でヨーロッパ大陸に進み、やがてアルプス山脈とポー側を越えてアペニン山脈へとたどり着いた。そこで彼らはいくつかの集団へとさらに分かれ、都市や国や文明圏を作り、やがてアペニン山脈周辺の半島部はイタリア半島と呼ばれるようになった。 イタリック所属は徐々に軟化して、半島全域とシチリア島など島諸部にまで勢力を広げた。これらは今日でいうところの中部、イタリア及び南イタリアと重なる地域となる。紀元前500年頃から、その一派であったラテン人の国家ローマは、急速に領土を拡大し、数度の戦争によってイタリック人を統一した。前後して前ヨーロッパ人に属する。 エトルリア人や同じソインドヨーロッパ人に属するケルト系の所属との戦いを経て古代ローマはイタリア半島を中心にした世界帝国へ躍進していくこととなる。ありがとうございます。